でその上で、もう4カ国だけで、身内だけで結構いろいろと、まあ、ある意味ではこう当然なんですけれども、課題もあれば可能性もあるということなんですが、この4カ国でいくら協力してもです、ね、えー、地図で見て分かるように、東南アジアがそっぽを向いちゃったら、えー、この全然なんですかね、ドーナツの真ん中が穴開いちゃったみたいなんです、ね、面的にそうなったりすると思うんですよね。 で,その上で,だですから、2つ目の塊として、まず大場さん、その後川島さんに、えー、このアメリカに守ってもらうことが保証されている日本やオーストラリアと違って、インドみたいな大きな国と違って、その間に、アメリカと中国の間に挟まれながらも、えー、生きていく、どうやって生きてい,きていくかということをいろいろ悩んでいる、東南アジアにどういうふうにアプローチして、協力を積み重ねたらよいか。この点をまず あのお専門であるおばさんからお願いします。ありがとうございます。まあ、アセアンは、あのアセアンというか、アセアン諸国ですね。あの東南アジア、アセアン諸国は。あの、まあ、基本的には、あの今までは。 そのアメリカににもも中国にもつかないでこれはあのもうかなり前からその大国との付き合いをどうするかっていうのが元々の ASEAN というものを作った時の出発点の一つでもありますしあのなるべくその東南アジアに大国の影響力を寄せ付けないっていう話からその冷戦が終結した後はむしろ大国とまあ,あのこう。 他方向に付き合ってでそれでその中で自分たちはバランスを取ってあの存,在感存在感を示そうっていう話をしてきたのが ASEAN 諸国で,で幸いなことにこれは90年代2000年代はその戦略があの非常にうまくいったでこれは ASEAN の存在をあるいは東南アジア諸国の存在を生きがい諸国が非常にまあ尊重したからと。 いうことがあったんですけど、あのそれがどうもあのバランスが崩れてきていて、でどうしたらいいのかっていうのがこの2010年。 の10年間で、まあ、この課題は今後もあのもっと深刻になっていくっていくととううことだと思うんですねであのどうもそのアセン諸国を見ているとやはり基本的にはそのどちらも選びたくないアメリカも中国も選びたくないっていうことなんですが2020年の1年間で非常に感じたことはやっぱり中国は少しやりすぎたのかなという気がして中国への反感あるいはちょっとこの中国が影響力を拡大するのは不可避なものだとして でもやはりこのままそれを野放しにすることへの懸念というのはどの国でも非常に広がったと思うんですね。でこれはあの一部の,そのあるあのアンケートなんかを見ますとカンボジアですらそういう懸念を抱く人がいるということであのこういった対中 あの決して中国と喧嘩をするわけではないけれどもあのしかしながらちょっとこのままではまずいのではないかと思っている方々も多いということです。でそういう中でじゃあどうやって付き合っていけばいいのかっていうと例えばそのインド太平洋戦略はやはり ASEAN アアとして出したアオあの ASEAN アアインドアイあの太平洋アウトルックというこれ2019年に出されたものがあります。でこれはは対中牽制ではなくてむしろ日本も 中国ももそのまあそれこそインドもです、ね、オーストラリアも何もかもアメリカも全部含めてでインド太平洋をやっていくんだということでかなり相場な的なものなんですね。でだったとしてもやはり ASEAN 諸国を引きつけておくためには ASEAN アアとしてのインド太平洋構想とその日本が考えていることはそんなに違わないんだということは前に出していかなければいけない。 でそうするとクアッドはどうなんだってことなんですけどクアッドについてはもうこれは誠実に日本としてはもう日米同盟だけには頼れない中でこれは将来的に必要になってくる枠組みなんだっていうことはそれをその東南アジアを引きつけるかどうかはさておき日本の立場を正直に私はもう言ってしまった方がいいと思うんですね。ねそののの上でアセアン諸国がどうううするかっていうのははこれはまあアセアンの選択のような 気がします。で、それと3つ目が今までも日本と東南アジア諸国は個別ではあり個別のものが多いんですけども。あの防衛安全保障協力を特にこの10年間進化させてきたということがあります。で、そういう中では例えばですね。あの、その中での進化もあって、インドネシアと日本も あの共同訓練をするようになっていますね。で、やっぱりインドネシアというのは、東南アジアの中では最大の地域大国ででインドネシアの姿勢やトーンというのは東南アジア全体に非常に大きな影響を与えると思うんです。で、こういったそのインドネシアとのその海軍と日本あの日本とのですね。共同訓練と。 いうこ,とでこれをあの、まあ、あのやるようにコモドっていうんですけどやるようになっていたりあとあの,、まあ、あのご承知の通りベトナムやフィリピンあるいはマルイシアといった国々との防衛協力もやっていてで先ほど神保先生からあの、まあ、4か国で、まあ、とりあえず集まっていろいろ学び合っていろいろこう積み上げていくことというのがあのお互いのすり合わせにつながっていくのではないかという話があったんですが実は東南アジア諸国ともそうだと思うんですね。 で日本に対しては、あのこれもあの東南アジア研究所のアンケートによりますと、非常に信頼度が高いんですね。日本が信頼できるというふうに答えているのが、もう6割、7割に近いというような状況の中で、なぜそういうことがあの可能かっていうと、やっぱりこれまで積み上げてきた協力というもののあり方が非常に良かったのではないかと私は思うんです。で東南アジアアジ諸国の人々もリアリスティックですから あのずっと遠距離外交みたいなものだけをやっていくのは駄目だっていうことは分かっているので現実に対応する時にいろんな選択肢があるんだと。 いうことを今からいろんな形で仕込むという意味では、そのインド太平洋での勉強を呼びかけたりで、クワッドはこういうもので、決して中国だけを念頭に置いているものではないんだけれども、日本が置かれている安全保障環境の厳しさを考えると、これは選択肢の一つとして我々はやっていかなきゃいけないんだということを示したりということをあのあのこうちゃんと説明していく必要があるだろうと思います。すみません、長くなりました。ありがとうございました要するに一言で言でえば やっぱりや絶対に逆に言えばやっちゃいけないのは ASEAN アアに対してお前、まあ、どっちつくんだと日本なのかじゃないアメリカなのか中国なのかっていうようなことをこう言っちゃいけないしでも、えー、ここ2020年以降中国が南シナ海やいろんなところでやりすぎたので、えー、こっち側にそろりと来ているんだからそれを大事にしようねっていう、まあ、そういうような感じなのかなと思います。え橋本さん それであのまさに川島さんには後でまた中国側の話もいろいろとお伺いしたいんですが、ここまでの議論を聞いて、えー、ASEAN や他の国にこ,のこっちに来てもらうといいますかね、協力をやっていく上でどういうふうにしたらいいだろうというふうに思われますか。ありがとうございます。あのー、今お話ししがいないの一つ、二つ論点があって、一、えー、つはクワットと,と,と,とフォイップって同じなのかという話ですね。 でここは、えー、と多くの国、中国もですけど、別のものと見ている,もある、フォイップはもう一回、ずっと説明すると、あフォイップを説明して、自由で開かれている太平洋、まあ、戦略構想、いろんな言葉がありますが、あの要するに、こうというよりもあの、軍事安全保障以外の側面が強い、より経済面も含んだような、今、おばさんもおっしゃいましたけど、協力枠組みだというのは日本政府の立場だったかと思います。 ですので、日本はそういうふうに東南アジアにも説明してきたし、えー、だからこそ、あのまあ、クオッドというのはややセキュリティ、ミリタリー向けだったのに対して、えー、自由で開かれている太平洋、ホイップの方は中国とも、一対一度とも重なりを持つことがあり得るということを言ってきたわけですね。だから、えー、FIP の方は、ホイップの方は、どちらかを選ぶという話じゃないんだということは言ってきたんですが、今それはちょっとこう、また難しい局面に入ってはいるんだけれども、言葉を分ける可能性があるの言ってみですね。で ASEAN、えー、というものをだからどこどこ地域というのを地域として見るのか国別に見るかという話なんですね。で、ASEAN という主体はあるようでありながらないわけで、えー、その個別の外交をしているわけですから、日本ってすぐ ASEAN というんですが、中国の場合にはすぐ ASEAN から入らないんですね。中国は個別の国で入っているので、中国のやっている国ごとの外交と、こちらの ASEAN というのと、たぶずれと言ってしまうと。で、中国の方が相当細かく対応しているので、そこは見ないといけないですね。 やはり、やはりその今、ク話を申し上げると、第一点目に、高見沢さんがおっしゃった、そのインドの頭で考えるというのは、大変重要なご指摘だと思っています。つまり、東南アジア10個あるんですね。東森よりは11個あって、それぞれの頭で考えられるかなんですね。でそれは ASEAN アアの頭では多分ないんですね。ASEAN アとアいうのは、あ、まあ、ASEAN の頭はあるかな、ジャカルタに。だけども、それぞれの国の頭で考えてみるということが、どれだけできているかということなんだろうと思います。 でこれはですね、中国は非常にこれ苦手だったんです、もともと。中国は中国のために考えちゃうから、あるいは現地の華僑の人で考えちゃうから苦手だったんですが、この,このところですね、えー、だいぶ中国の人たちは現地語を学んだりですね、えー、ちょっとこちらとしてはお家芸を取られたような感じがあって、現地の言葉で現地社会と接する、あるいは現地社会で中国語をやる人が激増していて、コミュニケーションできちゃうんですね、従来以上に。それがかなりの大きな脅威になるかもしれないと。 で2つ目はです、ねえっと、経済について大庭さんがおっしゃるように確かにです、ね、その対中感情悪くなった、その,その通りです。えー、しかし日本は特に9割悪いわけですよね。90%の日本人は中国にネガティブだし、ほとんどの国は、まあ、多くの国は中国にネガティブなわけです。ポジティブなのはパキスタンとか一部ありますけどでそうでありながら中国との経済関係はどんどん緊密になってしまう。 そのジレンマだっけどね、安全保障の問題があり、領土問題があるんだけれども、非常に緊密な経済関係、非常に緊密な人の往来、もちろん今回の新型大変で途絶えましたけど、そういう中でどうやって関係を作るのかでみんな悩んでると。ですからど、どちらかを選べって言ってもできないということなわけですね。で、ここで大きな課題になってくるのは何かっていうと、中国自身もそうだし、アメリカもそうですが、アメリカが言っている軍民両用のデュアルウイルス運動もそうだし、 それから中国は最近、中央経済工作会議で、経済と安全保障の総合的なバランスってよく言うんですね。つまり、経済と安保を絡めてくる。で、アメリカの軍民両院もそうですよね。つまり、はっきり言えば政経分離がもうできないです。つまり、経済はみんなで、経済は中国も、安保はアメリカという、この区別が、 できなくなる可能性、今、まあ、ひたひたときてますよね。これはおそらく東南アジアもそういうふうな部分が出てくるかもしれない。もちろん彼らにセンター産業どれだけあるかといろいろあるかもしれませんけど、中国がこれだけ浸透しているならば、まあそこに入ってくると。で、これは必ずしも中国と東南アジアの国々がインフラの、いわゆる主体重のインフラとか、ワクチンとかだけではなくて、例えば日常的な手元にあるスマートフォンですね。スマートフォンに浸ってそこに入ってくるような GPS システム。 船の運航のシステム、こういうものが中国の方からに入ってしまうので、日常生活のいろんなインフラが中国化するわけです。でそのような状態にある東南アジアだとするならば、えー、そこで日本が何ができるのかという話になる。ですから、そこでインフラで勝ち目がない、じゃあどうするのかというところで、一体何のどういう面でオールターナティブになれるのかということは、日本にとって非常に大きな課題。例えば、日本に o d しがないならば。 ODA しかない我々はブルネイには関与できないわけですね。ブルネイは最古なので GDP 高いので ODA 使えないわけですよ。タイムもほぼ無理ですね。シアもほぼ無理ですね。ODA で関与できるのはラオスとカンボジアとベトナムとミャンマーぐらいしかなくなってきて、まあ、東モールありますから。そしたら中心国に日本って手段がない。これでいいのかとかですね。あれやはり大きな問題は、あともう一つはアメリカという国に対しての反米基調は結構強いこと。 そこの中で、反米の側に日本がカバーできるかとか、この非常に大きな問題があって、まあ、キャパシティビリニングの問題ですけど、いろいろあるんですけれども、えー、冒頭に帰りますけれども、中国自身のまあ関与が強い中で、日本の中で、東南アジアの各国それぞれの国の頭で考えられているが、多分これが勝負で、どれだけきめ細やかにできるのかということがあるので、やはりこうお金もない中で <laughs>。 頭を使うしかないんじゃないかというのが私自身の感覚です,以上です。大変重要な大変重要な指摘がいくつか含まれていたと思います。一つは繰り返しになりますが、あセアんというふうにこう、えー、演題を設定してしまっているんですが、これは3年三年1組とひとまとめにされているようなもので、3年1組の中には10人の生徒がいるわけですから、<laughs> 3年1組だからって、 ひとまとめにされたら、それはみんな嫌ですわね。住んでる場所も違えば、家も違うんで。で、そこを中国が意外と、昔は3年1組で、お前こっち来いってやってたのが、なんかこう、個別にきめ細かくアプローチしているよっていうこと。で、お金も彼らはあるし、日本は ODA がありましたけど、ODA の基準化すると、もう結構豊かになっちゃった、ASEAN には、えー、なかなか使えないとかですね、えー。さまざまな非常に大きな課題が浮き彫りになってきたと思うんですが、そこで再び、 あのタイに住んでおられたことの長い神保さんと伺うとともにその後にあの、えー、とに佐竹さんにちょっと伺ってもしもそれでさらに何か言いたいという、えー、ようなことがあればですねちょっと、えー、ご発言いただいて次に進みたいと思いますあのそのこのインド太平洋地域の 特徴はやはりこり多様でであるととということだと思うこだ思んですねでこの多様性というのは政治体制もそうだし経済のレベルもそうだしあとその社会、えー、その支えているその社会基盤みたいなところでここになんかこう共通のアプローチで何か対応すると、えー、うまくいくものもあります。例えば インフラ需要というのは高いし、インフラを整える、それデジタル、川島先生のおっしゃったようにデジタルインフラみたいなものも含めて、さまざまなこの需要に応えていくというものはあるんですけれども、そこになんかこう、イデオロギー的なもの、例えば自由とか民主主義とか、えー、当てはめていくと非常にこ,うこれ難しいもの、側面というのがたくさん出てくるというのが結構大きなあのポイントだというふうに思っていますで。おそらくこれインド太平洋 のコンセプトってなどういうふうに成功を収めるかっていうとおそらくこう全ての,このインド太平洋という構想を持っている国にそのなんて言いますかねあのコピーライトを与えていくとあなたが持っているインド太平洋構想っていうのがまさにその通りなんですでそれを重ね合わせていったところに現れた構想っていうのが多分インド太平洋としては一番正しいものであって アメリカ型とか日本型というものを押し付けるとおそらくこれがうまくいかないというところが出てくるというのがあの一つのポイントだと思います。で二つ目に バイデン政権がトランプ政権を引き継いで自由で開かれてインド太平洋という言葉を引き継いだことはすごく良かったと思うんですね。なぜかというとこれでここ数年はまさに磁石のように多くの国がこのコンセプトに乗っかって地域構想ができてきたからだと思うんですけれども他方でやはりこうアメリカの力点はその冒頭にあったこの力のバランスの問題と新たにこの人権外交価値の外交というものが強く打ち出されるように あのなったとでこれが本当にこううまく機能していくのかというところは十分注意するべきだと思っていて、まあ、一つに例えばデモクラシーって世界的に今後退しているんですね。で権威主義はなかなかデモクラシーにそんな簡単に移行しないしすでにデモクラシーを達成している国はどんどんパフォーマンスが悪くなっているとあんまりいい話がない。 わけですよでそこで一生懸命民主化支援をやったってうまくいかないということだし経済協力でコンディショナリティーコンディショナリティ、まあ、条件をつけることですね民主化するんだったら出すけどしないんだったら出さないみたいな条件をつけてもいやもうそんなお金はいりませんだって他に出してくれる国中国がいるわけですからという形でうまくいかないわけですよだからその例えば今ミャンマーで問題が起きている時に一斉にこれこう経済制裁をかけようと。 ミャンマーを a セアンから追い出してそしてこう孤立化させようみたいな戦略が本当にうまくいくのかということは十分精査しなければいけなくてそれは結果としてミャンマーを中国の勢力圏にまあ自動的に追いやるような政策になったとしたら我々の,その本当の目的って達成されてるんですかということに。 なるわけですねですからこう非常に大事なことはあの川島先生、大事なこと言われてそれぞれの,この頭で考えるということですけれども結局はその関与をその閉ざすので入り,入り口を閉ざすんじゃなくてその中に入って出口に導いていくためには何をしなきゃいけないかというのをやはり日本としては考える必要があるんじゃないかと思いますね。ありがとうございますますさにそのバイデン政権は もうウイグル中国に対してもウイグル族の弾圧とか香港とか厳しいんですけども東南アジアもベトナムは一党独裁だし共産党は独裁だしミャンマーもあんなことになっちゃっててだからこうえその各国の人格を大事にしようというところか DNA を変えろみたいなんですね性格変えろみたいなふうになっちゃうとやっぱ取りまあ言葉は悪いんですけど取り込むどころかえ中国はそういうことをいちいち文句言わないわけですから向こうに行ってしまうというそういう議論だと。 なのかなというふうに思って聞いてました。えー、っと佐竹さんあのいかがでしょうか。で最後に大場さんが隣大場さんが隣でえー、こうさらに何かこう最後もう一回発言をしたそうなオーラを出しておられるので大場さんに短く発言いただいてこのセッションを終わりたいと思います。はいあの日本の自由で開かれたインド太平洋構想って細かく見ると確かにその自由とかあの法の支配とかっていうまあ非常にリベラルな価値観を出してはいるんですけれども。 他方でその人権とか民主主義については実はこう言葉を控えていてですねでじゃあ自由って何なのっていうと例えば高校の自由であったりあるいは自由貿易っていうそう国際的なまあ規範を指してまあ自由っていう言い方をしてるんですよねだからその国内体制にはなるべく踏み込まないっていうまあ日本伝統的な価値外交だと思いますけどそのラインはおそらく維持してるんだろうというふうに思いますで他方でじゃあその民主化支援とか人権支援に日本が何もしなくていいかっていうとやっぱそういうのではないのかなと私は個人的には思ってましてあの 特に防衛協力の文脈であの軍のです、ね、やっぱ民主化支援っていうことをこれからもうちょっと考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。であのデニス・ブレアっていう元太平洋軍の司令官がミリタリーエンゲージメントってこういう非常に分厚い本を書いていてで外国軍がその権威主義体制の民主化をどう支援できるかみたいなことについてですねケーススタディであで考察した非常にいい本があるんですけれどもその中で彼が言ってるのはやっぱり民主化権威主義体制の民主化によって軍っていうのは一番重要であると。 なぜかというとその国民を弾圧するのもあるいは民主化を支援するのもです、ね、全部やっぱり軍なんだと。だからこう軍をどう,こうあの民主化していくかっていうのはこれやっぱ体制変換において決定的に重要になるっていうことをあのデニス・ブレイは言っていてであの関してもその日本がアメリカの勝うことを全部まねすることはないと思うんですけれどもやっぱその関しても押し付けにはならないような形でなるべくそういった民主的な規範を権威主義体制に移行していくみたいなことはですね直接やらないにしても。 あの多少意識しながらおそらく防衛協力やっていくべきなんじゃないかなと具体的には例えばその日本の文民統制の在り方とかあるいはそのまあキャパビルとかその教育支援とかを通じてですねあの民主化っていうのは軍にとってずしても悪いことじゃないんだよってことをこう身をもって示すみたいですねそういうなんか協力ってやっぱこれからおそらく重要になっていくんじゃないかなというふうに私はあの個人的には思ってますで。そのためには当然やっぱ日本自身が その民主主義とか人権においてまあ模範にならなければいけないというのは、これは最後にあの付け加えて聞きたいというふうに思います。あの最後のおばさん、あのまさにこの東南アジアの,あの特にご専門研究されてて、要するに東南アジアが中国に脅威を抱いて、こっち側に来て中立じゃなくて、少しはこっち側と協力しそうだねというようなお話もありましたけれども、こっからが肝心で今の話を聞くと人権問題をある程度佐竹さんのように。 無視はできないけれど、軽視はできない、でもそこを追求すると,もううあのちょっと東南アジアの人たちも反発しちゃうし、さらにはもう個別にやっぱりこうアプローチしなきゃいけないということで、いろんなこう難しい問題がいや重要な課題が提起されたんですが、最後にちょっと一言、はいはい、あの日本の外交が対 ASEAN になったのは割と最近で、もともと東南アジア外交は日本も個別だったと思うんですよね、かつては。で、うん ASEAN アアとして重視するようになったのはむしろ2000年代に入ってからかなという気がします。でそうするとデュアルアプローチでいいと思うんで二重アプローチで。つまり正直な話今の状況だと中国にとっては ASEAN アアがその団結してやってくるとうっとしいけど日本にとっては日本と ASEAN アアとの関係も重視するしでかつ ASEAN アア諸国個別の。 あのちゃんと頭で考えてアプローチしてもう全然問題ないということで、日本にとってアセアンシア,セアン対アセアン支援というのはそれなりに意味があるのではないかという,うに思ったんです。だから、何もその中国が考えるような個別アプローチだけにならなくてもいいのかな？という気がちょっとしたんです。で、なぜかというとあの今の。 まあ結局手つかずあの非常に厳しい状況の中でアセアン諸国自身がどうすべきかっていうアンケート結果があってその中で50%以上がで53.8%の人々がまずアセアン自身の強化や強靭性の強化っていうことを言っていてやっぱり彼らにとってその 全部役には立たないんだけど全てをそこに委ねることはできないんだけどやっぱり自分たちがある種持ってる手段としてあせンはやっぱり重要だと思ってると思うんですよ。でそこのところをあのそれなりに重視したことをやりながら二重でやっていくで民主主義や人権はあの私は正直正面切っても打つ手がないと日本にとっては打つ手がないと正直思っていてただし日本があの なんかな権威主義体制を容認するっていう形を取るのも長期的にまずいと思ってるんですね。というのは各国の中でデモが収まらないっていうのはやっぱり状況は20年前と違うと思うんです。あの市民社会もそれなりに育っている 中で日本が要要権威主義っていうのはまずいだからやっぱり日本としては自由とか民主主義は大事だっていうことは繰り返し表明する必要があるだけどもそれ以上の何かプレッシャーをかけられるかっていうと私はそれは控えるだけど日本としての立場は明確にするっていうのが重要だと思いますはいありがとうございますやはりそのえ人権に問題に全く無視するわけにもいかずでも えー、そこは各国の事情を踏まえさらに ASEAN 全体で気候的なものをまとまってやっていこうという機運もあるからそこにも配慮しながら、うん、同時に個別にもアプローチを忘れないというですね、えーまあ、まとめるとそういうような非常に、えーまあ、当たり前言っちゃえば当たり前なんですけれどもそういったことがやはり必要なのかなと感じました。